神器もある。よしよし、うん、ここはホラーな。なんでこんなところに。道端でぶっ倒れてるところを解放してやった恩人に、てめえどんな仕打ちだ。レイくらい言ってみろ。サンキュー、オンブタ。軽いな。つうか、オンブタって何よ、オンブタって。ところで、ここはリオネスか。なんだおめえ、リオネスに行く途中だったのか。リオネスならこっから北に何百マイルはあんだろうがよ。つまりここはキャメロットの近くか。ち、変な拾いもんしちまったぜ。ち、変な拾いもんしちまったぜ。お前、ワンドル？は？俺はホークだ。ワンドルなんて変な名前だな。誰だ、そいつは。んーにゃ、昔の相棒の名前さ。つか、豚でホークって名前はないだろ。飛べねえし。黙らっしゃい。それがおかしな話でよ。昔々は俺も空を飛んでたような気がすんだよな。前世の記憶ってやつかね。だとしたら間違いなく俺は最強のドラゴンだったろうな。俺はメリオダス。よろしくな、ホーク。しかし参ったな。王国じゃ七つの大罪は指名手配もんだろうし、騎士も廃業となりゃどうやって食いぶちを稼いでいくものか。さてさてさて。安心しな。今日のところは二人の出会いを祝して、俺がお前に飯をおごってやるぜ。おごるって、飯屋にでも行くのか。キャメロット城下町の豚足亭ってのが最近の行きつけよ。うん、近いのか。バーカ、城下町まで40マイルはある。歩くのは面倒だろ。おーい、おっかー。おっか、お前のママ。うっ、でっけえ豚だな。まるで移動要塞だ。ところでお前、金持ってんの？はあ？どうせタダだし、いらねえよ。タダ？もう、その店の残飯が最高でよ。残飯だったら、お前の肉でも食ってる方がマシだな。金かよ。いや、食うよりか売った方がまだ金に。売る？そうか、喋る豚を売りにして大道芸。いや、それは目立つな。酒場はどうだ？毎日酒が飲めるぞ。でもどこに店を。このデカ豚の背中ほどの敷地は欲しい。ん？問題は店の資金。よし、神器売るか。ごめん、バルトラ、せっかくくれたのに。こうしてあっさり豚の帽子って誕生。